雑誌ヶ谷付近の計画地東京都市計画道路、幹線街路環状第5号線は、東京都港区南麻布から、北区滝野川に至る、環状第5の1号線、及び、北区王子から、荒川区荒川に至る、環状第5の2号線からなる都市計画道路である。大部分が、明治通りと重複するが、池袋や新宿の繁華街をバイパスする部分が、異なる。また、関後の2の、 うち北区王子の王子山頂多め交差点から北区と島の溝田橋交差点の区間は明治通りから外れている。看護の1には支線1、支線3があるが、看護の1一、支1は新宿駅の東側にアクセスする道路で明治通りと重複する。看護の,の1、看護の1、支1、看護の2増子屋現在、増子谷地区の建設が行われている。開通により池袋駅前の明治通りの交通が 大幅に転換され、混雑緩和に貢献すると予想されている。地上の都電荒川線と地下の福都新線の関道路トンネルを建設している。そのため、都電荒川線の移設など大掛かりな工事が行われている。新宿御苑2005年に平面4車線だった都市計画を変更し、トンネルと地平の2層構造に変更された。2010年に着手し、 2020年前の開通に向け、現在建設中、路線名は略称で表す、天元寺交差点と416と418明治通りを参照、渋谷区駄長谷5丁目付近と305未開通新宿区新宿2丁目付近、国20と305新宿2丁目交差点と305新宿5丁目東交差点と302、 30と430と305新宿区新宿5丁目付近と305明治通りを参照。高戸橋交差点8市と8と305都市幕高田2丁目付近と305未開通。事業中2019年度開通予定都市幕、増志ヶ谷2丁目付近と8未開通。事業中2019年度開通予定東池袋交差点。 と435と435池袋6、妻田交差点と305、国254明治通りを参照、飛鳥山交差点と455、国122王子3丁目交差点、国122と306溝田橋交差点と307明治通りを参照、宮城交差点と306、と313、と,と457渋谷区線長屋5丁目付近、 都305都305新宿4丁目交差点、国20都305新宿3丁目交差点、都305都4都5新宿5丁目交差点、都4都5都302都430都305新宿区新宿5丁目付近。 と305ハット http コロンスラッシュスラッシュ w w w k e n s e t s u m e t r o t o k y o j p スラッシュコンテントスラッシュ000026881とと pdf ありがとうございます。